段ボールと割り箸を使って作る簡単でしっかりとしたペープスアートの作り方です。黒い雲を作ってみます。表裏とも黒くするので、画用紙の端をのり付けしてください。のり付けした部分が少し残るように雲の形に切ります。この間に段ボールを挟みます。段ボールは並々の部分が下に来るようにして挟んでください。ここに後で割り箸を通します。雲を重ねてみて、はみ出さない大きさに切ります。カッターナイフか段ボールカッターを使ってください。挟んでみてはみ出すようなら、はみ出たところはハサミで切るといいでしょう。これでのり付けして挟みます。先を少し細くした割り箸に水のりかボンドをつけます。これを段ボールの隙間に沿って差し込めば、しっかりとしたペープスアートの出来上がりです。知ってる人一緒に歌ってね。丸い丸い丸い盆のような月が隠れた雲に黒い黒い真っ黒い墨のような雲にまた出た月が丸い丸いまん丸い盆のような月が隠れた雲に、まあ、何回も繰り返しない永遠に繰り返します。永遠に繰り返す。段ボールにね、割り箸を突っ込んで簡単にできるペープスアートです。いろんなものでペープスアート作って遊んでみてください。